レントゲン画法とは、自動画の特徴の一つであり、幼児から小学校低学年にかけて現れる。母猫のお腹の中の子猫を描いたり、土の中の芋を描いたりする。食べたケーキが、ケーキの形のまま食堂を通る絵も、レントゲン画である。家の中が透けて人物が見えている、子供の絵かの絵を描くとき、 あたかもレントゲンで投資したかのように壁を無視して中にいる人物を描くのが代表例である。児童にとって家のイメージで最も強いのが在住者のイメージだからである。しかし人物画を描くときに裸で描くことはしない。裸の人物よりも衣服を着用した人物の方がイメージが強いからである。幼児は知っていることをすべて表現しようとするため、 このような絵を描くと言われている。GH 流家は、これを、視的リアリズムと名付けた。自動期中期になると、見えるものを描く、視覚的リアリズムへと移行し、その後代償、遠近が正確な遠近法を使うようになる。ピアジェの自己中心性という考え方に影響を与えた。保育所、幼稚園では、芋掘りをした後に、芋掘りの絵を描かせる実践が多く取り組まれる。 その際、保育士や教諭は土の中の芋や土のつぼつぶを描くように誘導している。また、レントゲン画を室内へ掲示することで他の子供にも法が生じている可能性もある。つまり、教育が生み出した画法ではないかとも言われている。また、レントゲン画は自動機構機でも描かれている。家を描くときに庭越しに広いガラス窓を通して室内を見渡す絵を描く。 大人は、物を説明するときに紙を何枚も使って説明する。建築で言えば、家の外観、部屋の間取り、内装を別々に説明する。つまり、子供は絵を描く際に、紙が一枚しか与えられないため、すべてを書き込もうとするために、レントン画が生じるとも考えられている。条件制約説である。ありがとうございます。